トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。3月4日木曜日の朝です。今日の空模様です。東の空から北の方にカメラを回してます。太陽の出る位置がだいぶ東に寄ってきました。今日は晴れですね。雲ない、快晴というわけじゃないんですけども、雲がだいぶ増えてきましたけども、晴れの朝になってます。風は弱い北風、1メーターか2メーターぐらいですかね。厩舎の中の温度です。 2.8 度。この時期ですからこの程度の気温で十分だと思います。ハトさん、おはようございます。おはようございます。今日の棚の上の1羽はいませんね。泊まり木の上にいる鳥、黒ごまメスですね。いつも遅かったやつです。まだいます。お、棚の上に降りてきました。これ請求のメスですね。これはこの間うちで500キロ2番手に帰ってきた鳥ですね。いつもの鳥です。請求ですからね、先々頑張ってもらわないといけないです。お、また請求が出てきた。灰のオス、ほら、これを尾っぽ見ていただければ、尾っぽが半分、羽がない、見えないと思います。300キロの時に抜かれて帰ってきて、まあ、500キロもね、この尾羽で帰ってきましたから、600の時は少し伸びてきてるんで、大丈夫でしょうなんて思ってます。はい、この灰の差し、これはストックバードですね。オスバト、特に今年は配合しないで選手バト厩舎の中で、こうやって遊ばせてます。300キロで優勝した鳥とつがいになってるようななってないような、時々巣箱に一緒に入ってます。これは2番手に記録した灰のオスですね。次の600キロで期待してます。500キロレース明けの蓮舎外を行ってます。まあ蓮が少ないんで勢いは全然つかないですね、これね。外出ただけで、こう飛んでます。まるっきり勢いないですね。やっぱり鳩も数がいないとダメですよね。こう勢いがつかないんで、なかなか鳩のトレーニングとしてはダメですね。こういう点やっぱりたくさん残してる厩舎はいいですね。このように羽数が減ってくると、社外でビシバシ飛ばして調子を上げるというのはやっぱり難しいのかもしれないですね。それなりに訓練へ連れてって無理やり飛ばすということも選択肢として必要なんですね。まあ今日は初日なので、まあ肩慣らし程度というつもりで、様子を見てますけども、基本的にやっぱり羽数が少ない社外っていうのはレースバトとしてのトレーニングはちょっとできないというか難しいですね。まあだらだら飛んでるのを見ててもしょうがないんで、厩舎の掃除に入ります。8時になりましたので、鳩を呼び込んで餌をあげてます。呼び込むというよりかもう勝手に入ってきちゃいましたね。今日の飛翔時間は10分間です。まあしょうもないですね、これね。今日初日だしちょっと寂しいんですけども、まあ徐々にレースに向けて調子を上げていくしかないなと思ってます。こう餌の量も今昨日の夕方から少し減らしたんですけども、それでもまだ食べるこう勢いがないですね。羽数が少なくなっちゃったから食べる勢いもなくなっちゃうし、社外の飛んでるスピードもなくなっちゃうし、もういいこと何もないですね、これね。これで餌あげた後餌欲しいという素振りをするんでちょっと困っちゃいます。まあ、これから少しずつ餌を減らしながら、
鳥の調子を上げていきたいなと思います。今日は500キロレジナルレース後初射外ということで、最初の飛翔シーンをご覧いただきました。今日の飛翔はなんか波数も少ないし勢いもないし、寂しい射外風景でした。これから徐々に地区ナショナル600に向けて、調整して、地区ナショナルは全休期間を目指したいと思いますので、引き続きこのブログをご覧いただければ幸いです。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。